エイリーク一世は、ノルウェーの国王及び、ノーサンブリア王国の王。ハーラル一世の息子。在位した期間は短かったものの、その際に起こした殺戮から、地王の王の異名を持つ。エイリーク一世は、ハーラル一世の息子として生まれた。母は、ユトランドのエイリーク王の娘ラグンヒルドである。アイスランドのサガによると、エイリークは12歳の頃からバイキングとして、活動を始めた。 とある遠征にて、デンマーク王の娘であるグンヒルド・ゴームズ・ダターと出会い、結婚した。サガによると、父ハーラルの死後、エイリークが王位を継いだが、その争いの中で、エイリークは4人の兄弟を殺害した。しかし、エイリークの知性は厳しく、不人気であったとされ、ウェセックスの王であったアゼルスタンの支援を受けた、イボテイによって、王座を割れ、ブリテン諸島に逃れた。その地でも、 エイリークはバイキングの活動を続けたが、ハーラルビ発王と信仰のあったアゼルスタンの提案を受け入れ、ノーサンブリアの王となりヨークの城に住んだ。アングロサクソンの年代記では、エイリークが947年に王に選任されたと記載されている。これに先立ち、エイリークは家族や同行者と共に洗礼を受けて、キリスト教徒となった。王たちの佐賀では、アゼルスタンは、 エイリークをスカンジノビア人や侵略者たちから守るために統治させたとしており、エギルの佐賀ではスコットランド人とアイルランド人から守ろうとしたとされている。佐賀によるとノーザンブリアはエイリークとその部下たちを支えるほど豊かでなかったため、エイリークは頻繁にスコットランドとアイリッシュ海一帯を荒らし回った。これは財政的な影響もあったが、 ダブリン王国の王たちに力を示す役割も果たした。アゼルスタンの死後、エイリークは独自にその地を統治しようとしたが失敗した。イングランド王、エドレットがノーサンブリアを侵略、荒廃させ、日本のウィルフリットの大聖堂を焼き払った。イングランド軍が南に向かった際、エイリークの軍がイングランド軍の後衛に追いつき、滑するードにて大量虐殺を行った。 復讐として、ノーサンブリアを滅ぼすと、エドレットが脅すと、ノーサンブリアの人々は、エイリークに背いて、イングランド王に賠償を行った。その後のサンブリアの人々は、エイリークを王座から退位させるために、オラフ・ストリクソンを支配者として受け入れ、最終的に954年、再度エイリークは、エドレットにより退位させられ、イングランドがノーサンブリアの主導権を握った。それ以降、 ヨーク及びノーサンブリアはイングランドの一部として吸収された。エイリークはバイキング活動の中で戦死した。最後を迎えた場所は資料によって異なり、スノンディストルルソンのヘームスクリングラや修道士テオドリクスのノルウェー古代列王史ではノーサンブリアだと伝えており、ヒストリアノルベジエではヒスパニアだと伝えている。サガによるとエイリークは ヘブリディーズの五人の王とオークニーの伯爵二人を伴っており、その際、オラフクアランの息子であるマッカスに待ち伏せされ、殺されたとされている。妻のグンヒルドは邪悪な魔女としてエイリークと共にサガで取り上げられることが多い。彼女はエイリークの死後に彼を称賛するスカルド氏を作らせた。その死、 エイリークの歌では、エイリークがスタインモアでの死後、北欧の古来の信仰における主審、王人のもとに迎え入れられている。エイリークの死後は息子たちが、ノルウェー王の即位に成功した。すなわち、息子たちは叔父である、ホーコン前王とたびたび戦って、ついに倒したのである。息子たちのうち、ガムリなどは、ホーコンの軍勢に敗れて戦死したが、戦いを生き延びたハーラルハイ王、シグルズ。 グンドズは、ホーコンが治めていたノルウェー沿海部を支配した。彼らの母、グンヒルドも政治に関わったため、グンヒルドは、国母と呼ばれた。13世紀に主に、アイスランドで成立したサガでは、バイキングの基準でも、エイリークは野蛮で残忍な暴君として描かれた。同時期の資料であるアングロサクソンの年代記では、ややその鮮明さが弱まった描写がされている。 ノルウェーでの彼の生活の大部分はこの佐賀に居するが、この資料は10世紀初期の資料としては信憑性が薄い。一方で、基本的な概要は間違っていないとされている。ウィリアムズの資料では、トールフィンスカルスプリッターと共に、典型的なバイキングの戦士としての姿とされたと、している。ありがとうございます。